ゆっくりがお送りする願音実況動画。今回は、連邦上昇的コロマップをジオンでやっていきますよ。今週ここほんとジオン勝てないな、マリサもいますよ。つうことで今回は噂のハマーン様デッキで連邦の俗物どもを根絶やしにしてさっさと終わらせて、また連邦で黒幕ツキンズ集めに行きます。ジオン動画でしょっぱなから連邦勝ち馬ライダー宣言とかいつも通りの最低な幕開けですね。事実今回のイベント期間は連邦同軍率が急上昇してますからね、文句なら運営に行ってください。まあ確かに黒幕ツは無料機体としては破格の高性能だからね、仕方ないね。とはいえこのハマーン様専用ガザシー、ハマシーも悪くはないです。ハマーン、ガザシー出る。無理にハマーンキャラねじ込んでこなくても普通に解説してもらって大丈夫ですよ。まずは貴様ら俗物たちにこのハマシーの飛行形態を見せてやろう。ありがたく全裸星座で拝めよ。普通にリラックスした状態でご覧くださいよ。これが私専用の重核プログラムだ。踏み込みほぼ皆無でもっさり動作ながら強化すれば威力7000超えで D 角は3倍、範囲も回転切りでかなり広いんで拠点殴りはもちろん MS1000 にも使えるレベルの実用性。ゼータガンブムのチャージビームサーベルとは比べ物にならんな。比べる必要性皆無ですけどね。よし、初動は全員で南突らしいんで、ここは連邦の俗物たちにジオンの突力を見せてやるぞ。俗物。霊夢さん今回そのめんどくせえ感じのキャラ最後まで引っ張るつもりなんですか？ケースバイケース。おっとまたジオ覚醒防衛会？じゃあではないですけどね。ここでサービス終了にするか、ジオゲーを続けるか、サプーン。そんな決定権がサプーンにあるのか？ありません、今後の売り上げ次第です。暗いハイパーハマシギリ。いつも通りの補給機しゃぶりで完全に突る気ゼロですね。ミゼアを抜く壊すことで他のみんなが突りやすくなんでしょうよ。これがチームプレイでしょうがよ。ついでに黒幕ツにもハオパーハマシギ。ハオパー通常ブンブンで十分だ。完全にテンパった末のラッキーヒットですね。これでどちらの無料機体が優秀か分かっただろう。全然タイプ違う機体なんで比べるもんじゃないと思いますけど。まだこの圧倒的性能差が分からんのか俗物ども。しかし貴様らなんちゅう格好で見てるんじゃ、はよ服着たらんかい。誰一人全裸正座してるやつなんていねえよ。かお前が言い出したボケだろ。ドリンクとかもまだ大丈夫か？もうしばらく見せ場ないからコーヒーとか取り行ってもいいよ。もう完全に動画見せる気ゼロじゃねえかよ。母貴様ら騙されおって、こっからこのハマシーが A 拠点をフルモッコしてしまうお宝映像を見れるというのに残念だったな俗物ども。むしろお前が損するだけじゃねえか。いやでも敵もう結構防衛に戻ってきてるな。これやっぱ凸とか無理だわ。マジでこの動画なんなん？つかお前なんなん？安心しろ俗物ども。こんなこともあろうかとハマシーをもう一機ストックしてあるぞ。みんな知ってるよ、編成画面映ってんだから。だがむしろこっちの方が武装的にはメインっぽいやつだかんな。どっちにもチャービ積んでない時点でお察しだよ。ウプ主は相変わらずクソエイム病が治る気配ないんで、この機体もバズ油断メインの爆風脳筋武器装備でやってますんで。チャービ使えない時点でこの機体向いてないなと自覚してますからね。まあ中コストで変形できるってだけでも結構優秀ですからね。しかしバズ油断に武装チェンジすると一瞬ナックルバスターを構える動作が入るんで、連邦のガンキャほどスムーズにコンボできないらしいね。個人的にはそれほどシビアな切り替えコンボできるわけでもないんで気にならないんすけどね。見よ、これが放物線を描いて落ちる重力に一切逆らわないビームジオン脅威のメカニズム。むしろファンタジーでしかない。まあ原作設定よりゲーム性を重視する方向は間違ってはいないと思います。そして拠点地雷で2機目のハマシー昇天汚い。
さすが俗物汚い。拠点踏むときは地雷は常に警戒してないとな。ではそろそろこの浜っかいで私の本気を見せてやろうではないか。至ってノーマルな悪害です。ほれほれほれ俗物たちよ。この悪害炭の毛はいい体育座りでご飯何杯でもおかわりするがいい。せめてのり玉をください。まあ悪害はダブルゼータで受動のズゴックとチラッと戦っただけなんすけどね。演奏した金髪ハマーンが乗ったので有名だな。この後量産型マーク2に蜂の巣にされました。クソが今や連邦は黒幕で溢れ返ってるかんな。完全に無用でばらまいていい性能じゃないかんね。まあハマシーくらいが強すぎず弱すぎずの無用としてちょうどいい機体じゃない。ラストはやはり私の愛機キュベレイで出るぞ。この動画で久々に見たな。このキュベレイの超絶芋ファンネルを見くびってもらっては困る。下手くそなウプ主が乗ると延々当たらないファンネル垂れ流して終わる。クソつまんねえ芋動画になるんでね。正直この機体もめちゃくちゃ苦手なんですよ。よ、やっぱ前出てブンブンする系の強襲機の方が性格的に合ってるからな。ファンネルは発射するタイミングとホバー機のツルツル滑るのを制御して遮蔽取るのが結構難しいんだよね。さらにこの巨体だから前で過ぎると即集中砲火だからな。まあ普段乗らない機体も気分転換に乗ると意外と活躍しちゃったりなんてこともありますからね。そうでもなかったは。ウプ主には向いてない。はっきりわかんだね。勘違いすんなよ俗物ども。今回のメインはあくまでハマシーだかんな。こいつ急にハマーンキャラ思い出しやがったな。さっきまで完全にキャラ設定忘れて素で実況してたのに急にまたハマーン路線に戻してきやがったな。ははこの私が本気を出せばハマシーでネズネズしちゃうことなぞたやすいぞ。俗物ちょっと急に大きい声出すのやめてもらえませんかね。かこれ完全に可変機での突ルート知らなくて迷ってますよね。正直変形して飛ぶのも苦手なんで可変機突とかやったことねえですから。かもうお前の得意なことってなんかあんのかよ。やべえな、もう防衛はいてきてんじゃねえの。そらこんな拠点近くでうろうろしてたらすぐ敵来るだろ。もうこれは強引に C 突するっきゃないぞ。崖上登れてませんけど。慌てるな俗物、まだこっち側から行けばチャンスはある。なんで私まで俗物呼ばわりされてんすかね。よし、崖上来れた奇跡。でももう周り敵だらけじゃねえ。おいやめろ俗物ども、空気読んで。よく見てハマーン様の機体だよ、空気読んで。こいつハマーン人気で見逃してもらおうとか典型的なゲス野郎じゃねえか。くっそしょうもない俗物ども、め連邦有利なんだから少しは手加減してくれてもいいでしょうがよ。連邦の方がちょい負けてんだろ。ならばこのビームなのにグイグイ曲がる感知式ナッコーバスターで補給機しゃぶりだ俗物。感知式はミサイルみたいに追尾するが誘導性は弱いし爆発はしないんで注意だぞ。ビム種も乗りませんよ。一応固有文字の俗物がで全部キー力 3% アップされるけどな。また黒幕だよ、何機いるんだよ。もうジオンとかやってらんねえな。お前も連邦で黒幕4機編成でやってますけどね。そらあんな課金機体より高性能機ただでばらまかれたら誰だって使いまくるでしょうよ。ジオンもちゃんとやってくださいね。両軍平等がこの動画のモットーですから。任せろ俗物ハマッ大怒りの質、じゃダメダメパンチ。ちょいラッキーヒットっぽかったけど結果オーライ。ではこのまま3を取り返すぞ俗物。こいつもうやっつけで俗物つけてるだけだな。よしよし、ジオンのみんなも3組に集まってきてるぞ。どうやらエースに合わせて3組に人集まってるようだな。3はいただいたんで、あとは連邦の残党狩りだね。この狭いエリアなら悪害の格闘でもワンチャンあるかんな。今回は牽制の内蔵ミサイムに各プロとネイルティの W 格闘装備にしてみました。マッスルタワーなら格闘に沈みも悪くないな。おいちょっと熱いのはやめろ俗物。ジムトレ殴り倒すも悪害しにすん。逆襲のハマッガイヘッドで強タンクラッシュ、やはりハマーン様が乗ると悪害も最強クラスだな。むしろ今んとこ悪害しかまともに戦ってないんすけどね。その後は黒幕巣に蜂の巣にされるハマッガイ、恥を知れ俗物。連射拡散バズの理不尽さ。
さらに残り3分で南に核決められつつ背後から黒幕突に根津阻止されるハマシー続物。久々に敵コロで勝てると思った矢先の逆転負け確定で相方のハマアンキャラ完全崩壊。こうなればもうキュベレイでマッスルタワー脳筋ブンブンだぞ。続物どもが。これなら最初っから低コスト格闘機でやってやよかったじゃない。完全に企画だおね。もう自分から認めちゃうんですね。この後何の盛り上がりもなくジオン敗北で終了。結局補給機しゃぶりと圧外がブンブンしただけの動画でしたね。まあウプ主続物だからね仕方ないね。やっぱ低コス強襲が一番使いやすいなと思いました。まる俺たちが続物だ。順位は21位と続物でした。やっぱハマアン様にはなれないんやな。フラグシップキーベは今週で終わりなんで連邦で頑張ります。全部黒幕靴が悪いでも欲しい。135ポイトンから金図全然出ないんで気をつけろ。これ特性4レベも厳しいな。あ、そういえば今 GP イベ中だったんじゃね。まあ今回も延べ棒ばっかみたいですけどね。お。珍しく北総の壺出たじゃん。お値段3万 GP です。もっといい壺ちょうだいよ。金図全然買えないじゃん。つうわけでお疲れ様でした。来週はシンデラックスでガンダムマーク3とアールジャジャが登場。マーク3は360銃撃でアールジャジャはサンボルフルアーマーみたいなモードチェンジがあるみたいだな。アールジャジャは格闘好きとしてはちょっと気になる機体。これは外れ枠にギャンさん来るんじゃねえ。とはいえ今のジオ戦場だと高コスキは相当強くないと見向きもされないからな。相当うまく調整しないとぶっ壊れか空気化の二極化が進むかんね。イベントはコンテナからええやつ出る軍備拡張計画を予定。これはまあまあの良いイベじゃないすかね。といった感じで新機体を適度に期待しつつまた次回。